本日はボートレース大村にご来場いただきまして誠にありがとうございます。ただいまよりスポーツ報知杯優勝者表彰式を行います。それでは見事優勝されました松村聡選手の登場です。皆様大きな拍手でお迎えください。それでは表彰に移ります。まずはじめに賞状優勝カップ副賞が授与されます。プレゼンターはスポーツ報知西部本社情報センターセンター長酒井拓司様でございます。はじめに賞状の授与です。賞状優勝松村聡殿、あなたはボートレース大村におけるスポーツ報知杯において当初の成績を収められましたので、その栄誉をたたえこれを称します。令和6年10月14日スポーツ報知西部本社代表取締役社長佐田博美代読、おめでとうございます。続きまして優勝カップの授与です。最後に副賞としてジャイアンツグッズの授与です。ここで酒井様と松村選手とお二人で撮影の時間を取らせていただきます。松村選手お一人の撮影は後ほどお時間を取らせていただきます。お二人とも笑顔でお願いします。そろそろよろしいでしょうか。酒井様ありがとうございました。続きまして大村市ボートレース企業局局長賞として大村市の特産品長崎和牛詰め合わせセットが贈られます。プレゼンターは大村市ボートレース企業局局長馬場博之でございます。馬場局長ありがとうございました。続きまして写真撮影を行います。ファンの皆様もご着席のままとはなりますが、ぜひ喜びの表情をカメラにお収めください。松村選手は7月桐生の一般戦以来今年4回目、通算46回目、ここ大村では2023年9月以来約1年ぶりの3回目の優勝となります。そろそろよろしいでしょうか。松村選手ありがとうございました。次に大村市ボートレース企業局から花束の贈呈です。それでは優勝されました松村選手にお話を伺います。まずは改めて優勝おめでとうございます。ありがとうございました。今の率直なお気持ち聞かせてください。もうほっとしましたね、はい、はい。今節は11戦8勝と圧倒的な強さでしたね。そうですね、もうエンジンもよく動いてくれてよかったです。はい、この手にしたモーター31号機2連体率 22% だったんですが、それ以上の手応えはありましたか。はい、もう前件日からそんな雰囲気はなくて悪くはないエンジンでした。はい、はい、さあ優勝戦なんですが、さすがのスタート校舎トップスタートコンマ10でした。感通りでしたか。スタートは良かったんですけど、1マーク手が離れちゃって、はい、失敗しました正直、はい。失敗しても後続艇を突き放す危なげなくレース見えたんですけれども、良かったです。良かったです。さあ見事優勝ゴールとなりました。前節は優出を逃したものの、その前は15回連続優出と素晴らしい記録なんですが、近況のリズムどう感じてらっしゃいますか。今年はもうずっと流れがいいと思います。はい。はい、うちのスポーツ報知の記者の長谷さんも言われてたと思うんですが、またこの大村から連続優出記録作っていただきたいなと
はい、作れるように頑張ります。はい、次節は SG ボートレースダービーに出場ですね。今乗れてる最強の選手だけがね、こう集結するレースなんですが、意気込みをお願いします。まあ、とりあえず準優から乗れるように頑張ります。応援お願いします。はい、皆様も松村選手の熱い走りに期待していただきたいと思います。ということで、松村選手は次節10月22日から戸田での SG ボートレースダービーに参戦予定となっております。それでは最後に、遅くまで残ってくださったファンの皆様に一言お願いします。はい、最後まで残ってもらってありがとうございます。また次大村来た時は一生懸命走りますので、応援お願いします。ありがとうございました。それではこの時間をもちまして、松村選手は退場となります。ぜひ温かい拍手でお送りください。松村選手、おめでとうございました。